前のこと、かの世界地図の上で7つの国と知られているイタリア、そのイタリアの国がたくさんの小国に分かれて互いにしのぎを削っていた頃のことでございます。その小国の中でもフィレンツェ共和国というのが一番強くて大きいので、盛んに隣近所の小国を脅かしておりましたが、とうとうシャトーレ名高いピサの町に侵略の魔の手を伸ばしてまいりました。ピサ守備軍の総司令長官はギドー・コロンナという勇猛果敢な将軍、国内の精鋭を集め要塞を根城として前後3ヶ月の間というもの、このフィレンツェの大軍を苦戦に悪戦苦闘を続けましたが、昔から言う通り、攻める方は七分の理、守る方はどうも負けくじのもの。何分にもピサ方は都営旗営に囲まれているものですから、糧食弾薬の補給の道は全く途絶え、西兵はだんだんに倒れても、これに代わるべき新手は一人もいないというありさま。今や町全体が生死の戦場にさまよわなければならぬという窮迫の場合となりました。まあ考えてみてくれ、私が現に見てきたあの素晴らしい輸送隊、穀物とブドウ酒と果物とを積んだあの無数の荷車、何十頭という羊や牛の群れは人民のために幾週間の食物を給して有り余るほどだし、何十箱の弾薬、何十艘の鉛はフィレンツェ人を打ち破ってピサの幸運を取り返すに十分だ。これだけのものが今夜中にこの町へ運び込まれるのだ。ただお前がその報いとしてプリンチバルレの手元へあれを送り届けてさえくれれば、そして夜明けの第一の光を合図にあれは帰ってくる。もっともプリンチバルレは勝利と征服の印にあれがただ一人街灯を着ただけで来るようにと要求しているよ。誰がです？行くというのは誰です？まだそれをおっしゃらない。ジオ・バンナが、私の妻が、バンナが。お父様、私は今夜参ります。娘や、私は知っていました。お前何を言った？あなた、私は参ります。行かなくちゃなりません。従わなくちゃなりません。従う？誰に従う？言ってごらん。私は今夜フリンチバルレの栄所へ参ります。あんな、あんな、私は信じられない。私の聞いたのはお前の声じゃない、お父さんの声だ。ただそれだけだ。いやいや、私は何も聞きはしない。すべて元のままだ。そう言ってくれ。私の間違いだと言ってくれ。愛はお前のすべてであった。その愛で頬を染めながら、行かない、行かないと叫んだと言ってくれ。私は何も聞かなかった。沈黙は元のままに続いている。あなた、
私を見てください。見えませんか？何と言ったらいいでしょう。私の感情を語る言葉もあるでしょうか。ただ一言、本当に言っても私の言葉は尽きてしまう。言えない。私はあなたを愛しています。みんなみんなあなたのもので、でもやっぱり私は行きます。行かなくちゃならない。行かなくちゃならない。私は参りました。お指図通り。あなたの手に血がついている。傷を受けましたか？弾が肩のところをかすりました。どうして？いつ？危ないことでしたね。営所の近くへ参りましたとき誰が撃ちましたか？存じません。その男は逃げてしまいました。痛みますか？いいえ。傷を任せましょうか？いいえ、何ともありません。決心してきましたか？はい。でもどうしてあなたはこんなことをなさる？それはピサの人民が飢えて死ぬるのですもの。その上、明日になったらみすみす人並みに殺されてしまいます。他に理由はありませんか？他にどんなわけがありましょう。私の信ずるところでは、誠実な女として、はい、夫を愛する女として、はい。深くですか？はい。あなたは上に外套を着ていらっしゃるだけですか？ええ。天幕の前にたくさんの車や家畜のいたのをご覧なすったか？ええ。あそこには200両の貨車にトスカニアの小麦がいっぱい積んであります。あと200両の車には海馬とシエンナの果物とブドウ酒が積んである。その他にまだドイツの火薬が30台と鉛が小さい車に15台ある。その周りにはアプリアの牛が600頭と羊が1200頭います。それがみんなピサの町に入ろうとしてあなたの命令を待っています。出発させてお目にかけましょうか？パンダさん、パンダさん、私もこうしてあなたの名を呼んでいたことがあったが、今その名を呼ぶと私は震えます。久しい間私の胸に見栄に秘められていた、それが囲いを破って出てきたのです。その名が私の心です。私の持っているすべてのものです。その一句一句に私の命が入っている。それを口に出すと私の命が流れ出るかと思う。私には親しい名前でした。誰です？あなたは。私が分かりませんか？思
思い出してくださらないか。あれほどの大事を時が拭い消してしまう。けれどもあの大事を見たのは私一人に違いない。おそらく忘れられるのがいいでしょう。もう望みもしますまい、悔いもしますまい。初めて私がお目にかかったのはあなたが八つの時です。私は十二でした。どこで？ベニスで。六月のある日曜日に。私の父は年取った飾り屋でしたが、真珠の首輪をあなたのおっかさんに持って行きました。おっかさんはそれを子供しげに見ておいでなさる。私は庭を歩いていました。すると池のそばにあなたがいらっしゃった。ちょうど天人花の茂った中でした。細い金の指輪が水に落ちたと言って、あなたは口で泣いていらっしゃった。私は池に飛び込みました。指輪は大理石の水盤の上に輝いていた。それを取ってあなたの指に刺してあげました。私はもう少しで溺れようとした。けれどもあなたは私に接吻してくださった。嬉しそうでした。あれは金髪の美しいジアネルロという子供でした。あなたはジアネルロでしょうか。私覚えています。あのお庭をまた思い出しました。ザクロの木やバラや月桂樹がたくさんありましたっけ。私たちはよくあそこで遊びましたね。お昼過ぎ太陽が熱い砂の上に照っている頃、皆で12旅私は数えていました。あの時した遊び事やあなたのおっしゃった言葉は今でもいちいち言うことができます。それから確かある日のことです。私はあなたを待っていました。あなたを思っていたのです。そしてあなたは真面目な物静かな性質で私を小さい女王のように大事にしてくださった。けれどあなたはそれっきり帰ってきてくださらなかった。父は私をアフリカへ連れて行きました。そこの大砂漠で私ら親子は迷ってしまって、私はアラビア人の手に捕らえられ、トルコ人の手に捕らえられ、スペイン人の手に捕らえられた。それが私の生涯でした。今一度私がベニスへ帰った時はあなたのおっかさんは亡くなられ、あの庭は荒れ果てていた。私はあてもなくあなたを訪ねました。そしてとうとう聞き出しました。あなたの美しさのおかげで、一度あなたを見た者は誰でも長く忘れないからです。私が入ってきた時あなたにすぐ分かりましたか。たとえ10,000人の女がこの天幕に入ってきてあなたと同じ顔をし同じ装いをして同じように美しくても私はあなたを見分けます。ああ、私を信じてください。バンナさん、信じてくださらなくちゃならない。私は何を求めるものでもありません。何を望むものでもありません。あなたは今私の天幕の中にいらっしゃる。私の心次第になる人だ。私がただ一言言えば、私の手を伸ばしさえすれば、世間の
恋する人が求めるすべてのものを得られます。それにかかわらず私が言った恋は他のものを求める。それはあなたには分かっていましょう。だから私はこの私を疑ってくださらないように願います。あなたの手を取ったのも私を信じてくださるだろうと思ったからです。私はその手に触りますまい、唇もつけますまい。しかしアンナさん、ここでお別れしたらもう会いますまいから、少なくとも私の恋がどんなものであったか知っておいてください。到底できないことだと決まったとき、初めてその前で踏み止まった恋でした。本当のことを知っておいてください。あなたをここへ来させて、ピサをあなたの名で救うために、私は何も犠牲にしてはいません。私わかりません。あなたは国にお背きなすったじゃありませんか。これまでの功労を捨てておしまいなすったじゃありませんか。未来を滅ぼしておしまいなすったじゃありませんか。あなたの前に見えているのは何でしょう。追放でしょうか。死罪でしょうか。私はむしろ愛でこの手が取りたい。が、そんなことはどうでもいい。もう私のものです、バンナさん。こうして私の両手の間に掴んでいます。私はその香りに酔っています。その命に生きています。私と一体になっています。しばらくこの美しい幻に恍惚としています。ああ、この懐かしい手。私が開きも閉じもする姫やかな不思議な愛の言葉で、この手が私の問いに答える。私はこの手に接吻する。あなたはそれをそのままにしていらっしゃる。ではあなたをこの苦しい地位に落とした私の罪を許してくださるか。私だってあなたの地位にいたら同じことをしたでしょう。結果はどうであろうと。あなたはこの天幕へ来るのを承知なすったとき、私が誰だかご存知でしたか。誰も知っていませんでした。私も変わりました。私はお目にかかった最初からあんなに口を開いた自分が不思議でならない。あなたの目は私を押しのけない。私を脅かさない。一目見て私はあなたを見知りました。前にどこであったかはわからないけれど。司令官、ビデオだ。入れ。それで、早くなさいませ、早くなさいませ。お逃げなさらなくてはいけません。一瞬間の猶予もなりません。フィレンチェの次席弁務官マラノーラ殿が、あの男はビビエナにいたが帰ってまいりました。600のフィレンチェ兵を引き連れております。通るところを見ました。陣営は大混雑をきたしております。マラノーラ殿が命令を持って来られたのでございます。あなた様を反逆人だと宣言いたしました。ピサいらっしゃい。あなたと。ええ、いけない。ほんの幾日か行方をくらますために、ピサをお救いなすったあなたのためです。こうなればピサがあなたを救うのは当然じゃありませんか。私の保護のもとにいらっしゃい。私があなたを引き受けます。そうしてください。一緒に行きましょう。
これに越した愛の証拠はありません。さあ遅れないように天幕を開け放ちましょう。ご覧なさい、マンナさん、ご覧なさい。何です、あなた。わかりました。みんなピサの人たちが書く喜びの日です。あなたがなつったことを輝かそうと思って城壁が輝いています。砦が輝いています。私は幸福です、幸福です。世の中で一番幸福なものは私です。それもあなたのおかげです。本当に私を愛してくださるあなたのおかげです。さあ、あなた、あなた、それが私のあなたにあげられるたった一つの節分です。あなた、マンナさん、私に恋にこれより美しい節分が望まれましょうか。でもご覧なさい、あなたは怯えていらっしゃる、膝を縮めていらっしゃる。さあ私におすがりなさい、腕を私におかけなさい。パンダだ、帰ってきた。あそこにいる。群衆が喝采している、喝采している。聞いてごらん、聞いてごらん。いや、下へおいでなさいますな。人民どもが熱狂しております。全く統率を失っております。興奮して逆上しております。婦人はそっといたしますし、子供は踏み倒されてしまいます。第一不益でございます。こちらへおいでになりますから。あそこへ見えました、ご覧なさい。頭をお上げになりました。私たちをご覧になりました。急いでこちらへおいでになります。あ、見上げて往来になりました。はい、マンナ様の前にでございます。あの方のために道を開けております。勝利の道でございます、愛の道でございます。道に花を投げております。それから白の葉も宝玉も。母親たちは子供を差し出してあの方に触ってもらっております。男どもはお踏みになった石に接吻しようとかがんでおります。お気をつけなさいませ、群衆が近寄りすぎました。みんな嬉しさで気違いになっております。お父様、私は幸福です。お父様、聞いてください。けれど義堂はどこにいましょう。一番に聞いてもらうのはあの人でなくては。聞いて安心してもらうのは。私の近くへ来るな、私に触るな。私の言葉が聞こえないか、行けというに。それから君は誰だ。そこに顔を包んだまま石像のように立っているのは血の塊か恥の塊か。行けと言ったのは聞こえなかったか。この人は私を助けた人です。はこの男がお前を助けた。もう役に立たなくなって大したことだ。まったく、むしろ。だけど聞いてください、あなたお願いですから、一言、ただ一言。この人が私を助けました。いたわってくれました。尊敬してくれました。私が保護してここまで連れてきたのです。保護すると私が誓っておきました。あなたの代わりにも誓っておきました。二人で誓っておいたのです。あなたは今怒っていらっしゃるが、私の言うことを聞いてください。よく聞いてください。誰だその男。プリンチバルレ。プリンチバルレ。
連れてきたのだ。復讐をして我々の恥辱をそそろうとしたのだ。バンナは垂れ込めた天幕の中であいつを殺しはしない。我々のところへ生かして連れてきたのだ。みんなの前へ差し出した。ではどうしてこれだけのことをしたか。緊張せえ。これからバンナが話して聞かせる。話して聞かせますけれども、まるで違った話ですよ。どうして。私を愛していたからです。触りもしなかったか、抱きもしなかったか。私があの人の額に一度接吻してやりました。あの人はそれを返しました。あいつの額に。私を見てごらん。それでお前は私にそんなことが言えると思うか。バンナ、バンナ、恐ろしい一夜でお前は気が違ったか。気なんか狂っていません。私は真実を言っています。あなたよく私を見てください。今こうして話している私の目にありったけの真心も力も真実もこもっています。真実です、真実です。信じてください。あの人は私の体に手をかけませんでした。いけない、いけない。私が嘘を言いました。そうです、あなたのおっしゃるのが本当です。あっちへおいで。私のものを連れて行ってはいけない。この人は私のものです。私の自由です。お前たちのものじゃない。私一人のものです。私が殺してやる。あの卑怯者が私のどうすることもできないのに乗じて。それは偽りです、偽りです。私を救うために偽りを言っておいでなさる。それよりも私は刑罰を受けます。どんな苦労でも。ほどまんなさい。恐れているのですよ。縄をおよこし、鎖か手錠をおよこし。さあ、私は白状します。憎いやつだと思います。私が連れてきたのだから私が縛る。黙っていらっしゃい。井戸は帰って私たちを救うのです。黙っていらっしゃい。一緒にしてくれるのです。私はあなたのものです。あなたを愛します、あなたを愛します。この鎖はかけても保護して解いてあげます。二人一緒に逃げましょう。おだまんなさい。助けてくれと言っているのですよ。この顔をご覧。恐ろしい夜の片身が残っている。私にもその跡がある。この人を見てもやり、この卑怯な悪魔を。いやいや、この人は私に任せておき。私の生贄だから、私の餌食だから。この人の買ったのは私のもの、私のものじゃないか。さっき言ったのはギドーのためを思って言ったのですよ。私たちの愛のために言ったのですよ。今度はすっかり本当のことを言いますよ。私はあの男を殺そうとしてあんなに手傷を負わせてやりましたけれど、もう武器を取られてしまって仕方がないからもっと深い復讐を工夫しました。そして笑ってみせたら、あの男はそれを信用してしまった男というのはバカね。嘘ということを崇拝している。あの男は私を自分のものにしたと思っている間に自分で捕らえられてしまった。そして今ここへ来ている。ここはあの男の墓場じゃないか。私自身です。それを閉ざしてやります。接吻してやったらそれを信じて子羊のようについてきた。もう私の手の内に掴んでいる。二度と話はしない。バンナ。はい、バンナ。私には分かっています。
お前の偽りが理解される。お前はできないことをし遂げた。正義であるとともにでき、正義でないことをし遂げた。人間のすることは皆そうだが、しかし正義はやっぱり生きることだ。気を確かにお持ち、バンダ。また偽りを言わなくてはならない時があろう。まだあれが信じないでいるから。ギドーや、バンダがお前を呼んでいる。ギドーや、バンダが正気づいてきました。バンダ、バンダ、ご覧なさい、バンダが笑っています。バンダ、話をし、私は決してお前を疑わなかった。もう一切済んでしまった。忘れてしまうがいい。めでたい復讐を拭い去ってしまおう。みんな悪い夢に過ぎなかった。あの人はどこにいます？そう、もう分かりました。思い出しました。私に鍵をください。牢屋の鍵をください。私より他誰も行けません。万兵衛が帰ってくるとすぐ鍵をお前に渡すだろう。そして一切お前の望み通りにするがいい。鍵は私自身でもらいます。ただ一人でもらいます。間違いのないために、そして他の人を入れないために。ああ、一常の悪い夢でしたけれど、これから美しい夢が始まるでしょう。美しい夢が。演目、これが9月19日から23日まで、かかって、それで満員だったんですね。その、最初の芸術座の演目を今日は、中西さんと丸山さんにお願いして、やっていただきました。どうもありがとうございました。